私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。実際のところ、今のアイドルのリアルな恋愛事情はどうなっているのか。AKB 向井ちびおんの恋愛禁止見直し発言から見えてくる今時のアイドルのリアルな恋愛事情。曖昧ゆえに成立していた領域。もともと AKB に恋愛禁止のルールなど存在しないというのは本当で、メンバー個々の自主判断に任せているのが実態。しかし過去には恋愛スキャンダルが原因で卒業を余儀なくされたメンバーがいるのも事実。だから AKB に限らず他のグループでも恋愛するのはいいけど、バレたらファンが離れるリスクはあるよという点は暗黙の了解事項として共有されている。その上で運営サイドとしては恋愛するなと言えない分、するならせめてバレないようにうまくやってくれと暗に注意を促してきた。岡田が AKB のオーディションに合格したのは2012年。以来、アイドルとしてひたむきに走り続けてきた彼女の姿を知るだけに、運営側といえど、今や25歳となった彼女の恋愛に表立って口出しできない状況にある、どう、とも囁かれる。実は岡田の熱愛報道以上に、業界を震撼させたのが、向井ちの発言だった、と語るのは、芸能ジャーナリストの平田昌司氏だ。実際にルールはなくてもあるかのように錯覚させてきたのがアイドル業界の恋愛禁止ファンタジーです。曖昧にしていたからこそ成立していたタブー領域に、向井ちは直球を投げ込んでしまった。結果、ファンがリアルと幻想の境界に目を向けるようになったのも仕方ないことで、業界としても対応に苦慮している。きっかけは11月20日、AKB48 総監督の向井ちびおん、24、が、今まで曖昧になっていた、恋愛禁止、というルールについて、改めて考え直す時代が来た、と、自身のツイッターで問題提起したことだった。アイドル業界の、恋愛禁止ルール、について、ファンを巻き込む形で、論争が勃発している。ルールの是非をめぐる議論が過熱する中、勢い、昨今のアイドルの恋愛事情、そのものを問う方向へと話は飛び、騒動の真相を追った。この発言は19日、AKB の中心メンバーの一人である岡田奈々、25、が舞台俳優の井野弘樹、30、と熱愛中であることが報じられたのを受けてのものだった。岡田は AKB の元祖神奈々、の一人眉優こと渡辺眉優の後継ぎ者と言われ、AKB の次世代を担う三重師にも数えられた。真面目な性格で知られ、運営側も優等生として高く評価。過去には若いメンバーの模範となるよう、姉妹グループストゥ48と兼任させ、キャプテンを任されたこともあったほど、その岡田の交際発覚にファンのみならず、運営サイドが受けた衝撃も大きなものだったと伝えられます。岡田と仲の良かった向井ちが、ルール変更の必要性を投げかけたのは、事態の沈静化と岡田を援護するためだったと見られている。しかしに反して、恋愛解禁発言と受け取られ、逆に火に油を注ぐ格好に。翌21日、向井ちは、運営に確認を取ったところ、AKB48 グループに恋愛禁止のルールはなく、メンバーそれぞれが自覚を持って活動することで成り立っている、とのこと、だったと訂正したが、進化には至らなかった。令和アイドルの恋愛模様。実際のところ、今のアイドルのリアルな恋愛事情はどうなっているのか。アイドルグループが所属する芸能プロ関係者がこう話す。真面目に彼氏も作らずアイドル道を邁進している子も少なくありませんが、こっそりとバレないように恋愛している子がいるのも事実。昔はトップアイドルの恋愛に関しては事務所が密会場所から移動の車まで手配することもありましたが、アイドルが乱立するようになった現在は事務所側もそこまで厳重な警戒体制を敷くことはなくなった。管理の目が緩んだ一方で、ファンなど素人と付き合うとバレるリスクが高まるとの考えがアイドル側に浸透し、付き合うなら同じ芸能人か有名人を選ぶ傾向が強まっているように感じます。
過去の教訓から彼女たちなりに学んだ結果と受け止められているが、情報漏洩を懸念してか、最近はグループ内の仲のいいメンバーにも交際していることを話さないアイドルが増えているという。またコロナ災いという事情も重なり、デートは互いの自宅マンションの往来に留めるなど、自然とリスクを極力回避する行動が取られているとも。名前は言えませんが、ある事務所ではイケメンのマネージャーやスタッフをソロ身内での疑似恋愛でガス抜きを図ろうと苦心しているところもある。それでも本気の交際に発展するケースはあり、彼と二人で独立するなんて騒動が起こったことも。恋愛感情を無理に抑え込むことができないのは承知しているので、事務所側の本音としてはマスコミにすっぱ抜かれる前に相談してほしい。これにつきます。アイドルだって人間だという心理と自信を支えるファンとの誠実な向き合い方で揺れ動く点は今も昔も変わらない。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。